皆様お疲れ様です。小田急タイムです。もともとは日本橋にあった吉原遊郭、しかし明暦の大火によって焼失、その後現在の場所に移転されました。吉原の入り口までは S 字カーブで、外から遊郭が見えないようになっています。1909年頃、吉原大門です。こちらは大門から見た吉原。かつての吉原の出入り口はここだけでした。こちらは1894年の吉原の地図。大門から続く道は中野町通り。中野町より見た大門。ここに大門があります。江戸一通りを進みます。かつての吉原遊郭の中でもひときわ大きかった大門次郎。大門次郎の歌川。花魁道中の様子です。この通りはかつてお歯黒ドブでした。遊女の逃亡を防ぐため、吉原遊郭の三方に巡らされた溝。遊女がお歯黒の汁を捨てたことや、お歯黒の汁のようにいつも黒く濁っていたからとする説があります。一見きらびやかに見える遊女ですが、借金の方に売られてくるものがほとんど。吉原を出るには借金を返すか、お客さんに身請けしてもらうしかありませんでした。そのため逃げ出そうとする人も多かったようです。
続いて江戸にを進みます。この辺りにあった遊郭、そしてこの辺りにあった遊郭、およそ110年から150年前の明治時代、彼女たちはこの場所に存在しました。こちらは明治時代の江戸に通り、続いて中野町通りからかつての揚屋町を進みます。曲がってすぐのところにあったのが品川楼、品川楼の遊女です。実際はこのように色鮮やかだったと思われます。続いては反対側の隅町へ。この通りで大きな遊郭がこちら。なんと残っていました。しかし現在はホテルになっています。こちらは姫菊、中野町通り沿いにあったのが角海老楼、明治時代の角海老楼です。角海老楼は時計台付きの木造3階建て、ここに写っている建物です。角海老楼は吉原の中でも格式高い遊郭だったようです。角海老楼は1911年火事で焼失してしまいました。
中野町通りをさらに進むと、吉原にはもともと稲荷神社が5社ありましたが、1箇所に合祀し、1934年にこの地に移転。明治時代、吉原病院です。関東大震災で亡くなった遊女たちを供養するため、1926年、吉原観音像が建立されました。吉原から出ることがかなわず、ここで生涯を閉じた遊女も多かったようです。遊郭で遊んだ男が帰り道に名残を惜しんで後ろを振り返ったことからついた見返り柳。